オーソンウェルズ、オーソンウェルズ、ジョージ・オーソン・ウェルズ、1915年5月6日から1985年10月10日は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優である。身長190センチメートル。オーソン・ウェルズは1915年5月6日に、ウィスコンシン州ケノーャで生まれた。子供時代の彼は、詩、漫画、演劇に才能を発揮する。 天才児であったが、傍若不妊な性格で、周りとの人間関係に問題があった。母は、彼が9歳の時に亡くなり、父は発明に没頭するアルコール依存症の基人で、祖母は神経質で、オカルトと魔術に端滴しており、ウェルズとは嫌い合う仲であった。父は、彼を、イリノイ州ウッドストックにある比較的自由な幸福のトットコーに通わせた。 ここでウェルズは最初の演劇を制作し、俳優として出演した。彼は登校早々に会談話で同級生を怖がらせ、手品やほら話を披露した。また、肥満児であったため、いじめを受けるとトイレに駆け込んで赤いペンキを顔に塗り、大怪我になった演技をして相手を狼狽させた。これ以降、誰も彼をいじめようとはしなくなった。 ハロウィンでは学校を恐怖に陥れ、クリスマスにはキリスト受難劇やシークスピアの劇を自ら演た。彼はこの学校で校長で義理の父親になったロジャーヒルの指導を受けた。また、進学者、哲学者、チャールズ・ハート・ショーンの妻だった歌手ドロシー・ハート・ショーンの講義を受けた。1931年、ウェルズは16歳で、 アイルランドのダブリンにある有名なゲート劇場で脇役として舞台デビューを果たした。1934年にはアメリカに戻ってラジオドラマのディレクター兼俳優となってり、後にマーキュリー劇場で共演する俳優たちと仕事をした。この年、女優で社交界の名士のバージニア・ニコルソンと結婚し、また、 ザ・ハーツ・オブ・エイジという短編映画の共同監督となり、ニコルソンと共演している。世界強行後の大不況が続く1936年、アメリカ政府による演劇人救済と大衆への演劇供給を目的としたプロジェクトである連邦劇場計画 FTP が始まった。ウェルズは FTP 責任者たちから注目され、21歳で、 ニューヨーク市ハーレム地区でのアフリカ系アメリカ人の俳優、スタッフたちとの演劇制作事業に演出家として赴任した。妻の提案で彼は敬愛するシェイクスピアのマクベスを、ただし舞台をハイチの19世紀初頭の圧政者アンリ・クリストフの王宮に移してプロデュースすることにした。劇は批評家や口差がない人々の関心を引きつけ多くの抽象を受けたが、 公演が始まると大ヒットとなった。マクベス成功後、彼はホースタス博士などの舞台を制作した。1937年、ウェルズは労働者の戦いを描くミュージカル、ゆりかごは、揺れる、現代、ザ・クレイデル・ウィル・ロックの制作と演出を手掛けた。しかし、連邦劇場計画は内容を恐れて、予算の制約を理由に制作を中止させ、俳優たちは、 組合から舞台に立つことを禁じられ、本稽古、ドレスリハーサルの初日に劇場を閉鎖した。この後のウェールズと共同制作者のジョン・ハウスマンの、とっさの処置は後に伝説となっている。彼らは公演開始時間の直前まで、劇場の前で待ち、チケットを持ってやってきた観客たちに、あらかじめ押さえておいた、別の劇場に移動するようアナウンスした。 二十ブロック先の別の劇場まではエルズとスタッフ、俳優、観客たちは退去して更新した。舞台にはセットもオーケストラも用意できなかったため、脚本、作曲を手掛けたマーク・ブリッツ・ステイが一人でピアノの前に座っていた。ウェルズたちは舞台で演じてはならないという組合の指令を逆手に取り、俳優や演奏者を観客席に座らせて、ブリッツ・ステインのピアノに合わせて、 次々立ちがらせて、劇を観客席のただ中で上演した。このミュージカルは、こうした印象的な演出の評判でヒットした。この成功を受け、ウェルズとハウスマンは、劇団、マーキュリー劇場を主催し、シェイクスピアを斬新に解釈するなど様々な、実験的な講演を行って高く評価された。1936年、ウェルズは、ラジオ番組にも進出し、 CBS ラジオにてハムレットのタイトルロールを演じた。1937年にはマーキュリー劇団として共同放送システム MBS にてレミゼラブを演じた。1938年7月からは CBS ラジオにて小説や演劇を斬新な形式で短編ドラマ化する番組。 マーケリー・テアトル・オン・ザ・ヤーを毎週演ずることになったが、大衆の反応は、今一つだった。しかし、同年10月30日に、HG ・ウェルズの SF 小説、宇宙戦争の本案、宇宙戦争を放送する際、舞台を現代アメリカに変え、ヒンデンブルク号炎上を彷彿とさせるような、臨時ニュースで始め、以後もウェルズ演じる。 目撃者による回想をもとにしたドキュメンタリー形式のドラマにするなど、前例のない構成や演出と迫真の演技で放送を行った。その結果、聴取者から本物のニュースと間違われ、パニックを引き起こした。この事件ではエルズは全米に名を知られるようになり、それまでスポンサーのつかなかった。この番組は、12月にキャンベルスープ社の提供によるザ・キャンベルプラハウスに解体。 1940年3月まで継続した。その後も1950年代半ばまで、ウェルズはラジオ番組に関わり続け、多くの印象的な番組を残している。火星人襲来事件の話題性を買った、ハリウッドのアーコはウェルズを招き、全権を委託して映画の制作を任せた。ハリウッドは子供が欲しがる、最高のおもちゃさ。 とその時のインタビューで得たのも有名である。第一候補だったジョゼフ・コンラッドの闇の奥は、ラジオ時代に取り組んだ作品の一つだったが、予算がかかりすぎるとして断念した。代わりに制作された市民権は、新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストを模した人物の人生を暴く、内容が物議を醸し、ハースト系の新聞による全面攻撃を受けた。上映できない地域も多く、 工業的には惨敗した。しかし内容的には多重多層的な凝った構成、ハリウッド映画で初めて試みられたディープフォーカス、画面の中のすべてにピントが合う手法、広角レンズの多様や床にカメラを収める穴を掘ってまでこだわったローアングルの多様など映画として画期的なもので、その評価は現在に至るまで非常に高くオールタイムベスト点を余れれば、 常にトップないし上位に位置する作品となった。一方、工業的に失敗したことで、ハリウッドでの発言力は低下した。そのため、第2作、偉大なるアンバー尊敬の人々はズタズタにカットされ、不本意な形で公開されることとなった。以後一般映画を撮るが、自分の企画がなかなか実現できないなど、扱いは悪かった。テレビなどに拠点を移す傍ら、 活路を存在感で見せる回遊に見出した。これは、同じく天才と称されて、映画史に残る映画を監督しながら、ハリウッドでは不遇だった、エディヒ・ホン・シュトロハイムと同じ道をたどったことになる。映画、トランスフォーマー・ザ・ムービー、惑星を食い尽くす悪役ロボである、ユニクロンを演じ、これが、異作になった絵の出演や、日本での英会話教材、イングリッシュアドベンチャーのレーションなど、 チープな役どころとも、障害縁が切れなかった。ただ、火星人襲来やインタビューに見られるように、茶目っ気あ溢れる性格であるため、自分の喜劇的な人生を、それなりに楽しんでもいたようである。演技力だけでなく、脚本における含みを持たせた表現は、ウィットに富んだものとされ、俳優として出演した場合も、自分のセリフは、自分で書いた。特に、第三の男で演じた。 ハリー・ライム役と彼のボルジア家の圧政はルネサンスを生んだが、スイスの同胞愛、そして500年の平和と民主主義は何を生んだ、鳩時計だとさというセリフはな。また、チャーリー・チャップリンの監督、主演で映画化された殺人狂時代の一人の殺人は犯罪者を生み、戦争での100万の殺人は英雄を生む。数が殺人を神聖化するのだというセリフはウェールズが、 考え出したものだという説もある。しかし、チャップリンは、自伝の中で、ウェルズは、青ひげ事件の映画化を持ちかけただけで、殺人狂時代の脚本は、自分が単独で書いたものだと、正反対の主張しており、真相は明らかでない。ただし、チャップリンは、ウェルズの名前を映画冒頭のクレジットに表記している。また、マジックが趣味で、腕前は、相当だった。 元作者たちを描いたフェイクは彼が監督し劇場公開された最後の映画となったが自らオいボれマジシャンを演じているなどマジックや虚構に対する愛着は人一,一倍であった。第三の男撮影時、わがままからホテルの部屋に閉じこもったウェールズをリード監督は巧妙なマジシャンのマジックをエッサに連れ出したという逸が。 映画制作への情熱は生涯失わなかったが、多額の制作費を集めるのには、いつも苦労しており、B 級映画への出演を続けてやりくりしていた。1985年10月10日、ハリウッドの自宅で糖尿病と心臓発作のため70歳で死去した。生涯で3度結婚しており、それぞれの妻との間に、娘が一人ずついる。バージア・ニコルソン。 1934年結婚、1940年に離婚、リタ・ヘイワース、1943年結婚、1948年に離婚、パオラ・モリス、1955年に結婚、後に離婚。また、未婚だが、ジェラルリン・フィッツ・ジェラルドとの間に生まれた息子に、映画、レッド・イット・ビーの監督であるマケル・リンゼイ・ホッグがいる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。